それでは次の、お聞きしたいことなんですけれども、はい、松村さんにとってアーティストとして一番大事なことは何だと思いますか？それはすごい難しい質問だなと思うんですが、なんだろうな、心を濁らせないこと。なんか例えば忙しかったりすると心が曇って物事が素直にふんって入ってこなくなったりとか、忙しさにかまけて適当なことをやってしまったりするような気がして、そういう状態にならないようにいることが大事だなと思って憧れてることかな。もっといろいろある気がするけど、とりあえず一つそれをあげたいと思います。松村さんの中でそのもし自分の心がそのちょっとくすんでしまうというか、そっち側に引きずられそうになった時は、例えばちょっとこういうことをして気持ちを回復させるとか、なんかそういう方法とか割とよくされることってありますか？睡眠。そもそもこうゼロにこうまず体の状態を持っていく、心身ともにみたいな感じが大事かなと。リフレッシュが誰でもできる。素晴らしいですね。ありがとうございます。